然風景って自分が思ったようには基本的にならないというものだと思っているんですね。思い通りにならない風景の中から自分らしいものを発見したり、自分らしいものをこう、そういう工夫して作ることができた時、やっぱりそれが一番の醍醐味ですね。やっぱり風景写真なので常に平坦なところだけじゃないし、アスファルトで状態のいいところばっかりじゃなくて、むしろ土の上を歩いたり斜面を登ったり、そういうことは当然するんですね。 OMD のシステムっていうのは非常にコンパクトでかなり楽に移動できるんですね。なので現場に行った時の重い機材を持ってった時のような疲労感がなく撮影に集中できる。風景写真というとどちらかというと横でこう堂々とした構図で撮る方とても多いし、横位置の方がその仕事が多いというようなこともありますけれど、実は個人的にはとても縦位置が好きで、今回のカメラは縦位置のグリップが一体化されているので、スムーズにこう横位置から縦位置に移行してショットできるっていうのはかなり大きなメリットだと思ってます。1200というレンズは自分にとっては神レンズで、このレンズ1本だけで旅に行けと言われたら普通に出かけられるほど信頼性のあるレンズなんですね。 EM1X とコンビで 7.5 段の手ブレ補正が効く、手持ち撮影を重視している自分にとっては相性は抜群にいいということになってくると思います。今回の EM1X はハイレゾを使うと5000万画素の画像ができる、手持ちとその三脚のハイレゾが選べるというところもとても大きいと思います。じっくり撮るときには三脚ハイレゾで、三脚ハイレゾの場合は合成時間が少し短いのでそういうメリットもあります。本当にとっさに撮りたいときはもう手持ちでいけるっていうメリットがあって、必要なところをサクッと撮れる、三脚に設置する時間を使わずに撮れるっていうのは大きな魅力ですね。ライブ ND を実際その水場で使ってみたところ、通常のその ND フィルターを使ったのと見分けがつかないくらいの仕上がりになっていることが分かりました。ライブ ND という機能によって設定だけで済んでしまう、しかもそれが最大5段分 ND がかかるということで、しかもその ND のかかり具合をシミュレーションできる、例えば水のこのしなやかさになってくるかというのがあらかじめ分かるんですね。いろんな状態で撮ってきた経験から言えるんですけれど、機材が途中で止まったりしたことがやっぱり一切ないんですね。プロの仕事としてアウトドアで仕事をする上においては、その信頼感の上にカメラに託す気持ちというのがなんか成り立っているというか、それなくしてカメラを安心して使えないというか、その部分はあると思います。